世界の鉄道一覧インドネシアの鉄道ジャカルタガンビル駅のプラットホーム2011年4月19日撮影インドネシアの鉄道はインドネシア共和国における鉄道についての記事であるインドネシアにおける鉄道は当時の宗主国のオランダが設立したランイン鉄道会社の手でジャワ島で1864年に建設を開始したのが始まりとされ 1867年8月に、スマラン市内北部のケミジェン単軍艦、約 25km で運行を開始した。以後南へ順次路線を伸ばし、1870年ソロまで 109km が、開通、1873年、ジョクジャカルタまで延長された。この区間は、標準機で付設を行ったが、 建設費が膨大になることが分かり、以後狂気に期間を変更され、ラニン政府の設立の国鉄による1871から1873年に開通したバタビア、バイテンゾルフは1067ミ、mm、リメートルとなった。この路線は、1884年バンドンまで延長され、1884から1888年、スラバヤからマビウン。 ソロマイナスジョグジャカルタへ路線が開通、その後も延長され1894年、ジャカルタスラバヤ間は、ラミン鉄道会社とラミン国鉄を乗り継ぐことで、鉄道で結ばれた。その後ソロマイナスジョグジャカルタ間は参戦化され、1929年2067ミ、mm、リメートルに、改めきされジャカルタスラバヤ間824キロメートルは、 直通列車により13時間で結ばれた。スマトラ島でも1876年ランイン、国鉄の手で、アチェ 124km の軍事目的の鉄道が、開通。1891年西スマトラのパダンシと、郊外の鉱山を結ぶ鉄道が、開通。1917年には、期間 750mm のアチェ鉄道が開通した。 スラウエシ島でも1898-1901年にかけて、マドゥーラ蒸気機動会社により、スラバヤからの連絡線のつくカルマ港から、西部のバンカラン、東部のムカサニエと結ぶ路線が順次建設された。1922年ウジュンパンタンタカラアールカン 47km が開通したが1930年に廃線となっている。また、 市内軌道としては1869年バタビアに馬車軌道が開通。1881年蒸気運転を経て1895年市内路面電車となったが1962年までに全廃された。1889年スラバヤに市内を走る蒸気機関車牽員の軌道が開通し1924年に電化され第二次大戦。 独立戦争で被害を出しながらも運行を続けたが1968年1月廃止された。1941年12月に勃発した太平洋戦争によって交戦国であるオランダの植民地のインドネシアに侵攻し支配下に収めた日本軍は一部の路線の整理や 1067mm の狂気への帰還の統一を行った。 1945年の独立宣言によって国内の鉄道はすべて国有化されその後のオランダからの植民地解放を目指したインドネシア独立戦争を経ての独立やその後の混乱などによって鉄道は荒廃した1953年頃からはアメリカから輸入されたディーゼル機関車などによって無縁化も進んだが今度は自動車などの進出によって 利用客が減少の一途をたどるようになった。このため1960年代から世界銀行や各国の支援によって近代化が進められ、ジャワ北線については日本の支援で1994年に軌道や橋梁の修復が概ね完了した。1991年に国鉄は後者に移行。さらに1999年6月に 国鉄は政府が100%株式を持つインドネシア鉄道会社へ移管された。上下分離方式を採用し、軌道などインフラ部分は政府が車両及び駅設備は鉄道会社側が保有及び保守整備を行う。現在、バスなど多種交通機関に対する競争力の強化が求められている。なお、 現在ジャカルタにおいて進められている MRT 計画では PT、ケレタ、API は運営に関与せずジャカルタ特別州が鉄道運営会社を設立する予定である。現在スマトラ島には北部、中部、南部の3カ所にそれぞれ独立した鉄道が存在していて PT、ケレタ、API では北スマトラをレバーアイ、西スマトラを デバー2、南スマトラを、デバー3が、おのおの管轄している。スマトラ島での鉄道は、すべて非電化で、そのほとんどが、貨物輸送である。ジャワ島内の運行系統図ジャワ島内には、PT ケレタ、API の9つの地域事業部が、ジャカルタバンドンチルボンプルクルトスマランジョグジャカルタ、マディウンスラバヤジュンブルが設置され、おのおの管轄している。 メラクランカスビトゥンジャカルタ、ジャカルタチカンペックチルボンスマランスラバヤ、ジャカルタチルボンクロヤジョグジャカルタソロマディウン、クルトソノスラバヤ、ジャカルタチカンペックバンドンクロヤ、スラバヤジュンブルバニワンギなどの路線が幹線となっている。他に、昨今少なくなったものの、いくつかの支線が存在している。また島東端のバニワンギへ行く路線は、バニワンギバル駅から、クタパンコ そこから連絡船で、バリとギリマヌク港へ向かうこともできる。ただし、バリ島には、鉄道がないためバスでの移動となるが、州都電パサールには、PT ケレタ、API の事務所があり、バス線鉄道の連絡乗車券が用意されている。ジャワ島での鉄道輸送は、大半が、旅客輸送である。旅客列車の東級には、スペシャルエクスキューチーフバイシーニズコノミの4つがあり、 速達列車も多く設定されている。また、ジャカルタ周辺では、PT ケルタ、API の線路通勤電鉄の電車を運行している。また、都市モノレールが建設されたが工事が途中で、中断している。他ジャカルタ MRT が、日本の ODA の支援を受け建設工事中である。このか生徒工場の専用線や森林鉄道などが600、mm、600ミリメートル。 7 0 0トルなどのナローゲージで多数存在する。インドネシアは近年まで日本政府が最大の経済援助国で、円借間の共与総額は3兆円に上り、内鉄道分野は3000億円を超えている。1970年代には老朽化施設の修復や、機動車、電車の納入、1980年代以降はジャカルタ首都圏の近代化のため、 ジャカルタ市内の中央線の高架化、電化区間の延長、一部区間の複々線化、デポック車両基地の新設が行われ、それらに続いて、ジャカルタスラバヤを結ぶ、北幹線、南幹線の複線化、軌道路板の改修、橋梁の掛け替えが行われた。車両関係では1981年設立の、インドネシア国営鉄道車両製造企業、インカ社に、 日本車両製造が技術支援を開始、貨車や客車のノックダウン生産から始まり、日本車両製造からの技術生産管理指導を得て、次第に素材から加工する本格生産に至り、1991年には貨車をマレーシアに輸出、海外メーカーからの新造電車の最終組み立てをするまでに技術レベルを向上させた。しかし、2000年に、 技術援助を受けて国内生産された電車 KRL-1 が故障を頻発したことから同時期に東京都から送られた中古地下鉄車両と予防保全と呼ばれる日本式定期点検法を教えるため海外鉄道技術協力協会や東京都交通局から人材を派遣されインドネシアの整備スタッフの日本での研修も開始されたこの時 抵抗制御の日本製のアルミやステンレス製、中古電車の購入を希望したが、日本側の中古電車が、直波制御に移行したため、東急や東京地下鉄の車両を大量に購入した。2013年からは、JR 東日本で運用されていた、抵抗制御の亜種の205系電車が大量に廃車となることから、ケレタコミューターインドネシアが大量購入を決め、 車両とともに JR の整備スタッフが派遣され車両整備を指導しており2019年まで毎年160両前後の中古電車譲渡が計画され2020年末現在日本で不要になった205系通勤電車800両以上のほかに東急8000系や A 団地下鉄の5000系6000系7000系など千数百両の電車が譲渡使用されている 2017年ジャワ島の北幹線の高速化を計画実績のある日本に依頼した。2015年8月末、ジャカルタスラバヤ間に計画された高速鉄道の第一次建設区間、ジャカルタバンドン間の 120km 建設に対して日本と中国が支援をパッケージングして売り込みを競ったが予算が膨大になることなどから、 インドネシア政府は高速鉄道の建設計画を一旦白紙に戻した。同年9月末、インドネシア政府は急遽方針を転換、中国案を採用することが決まり、日本側が目指していた新幹線方式は失注する結果となった。中国側からインドネシア政府の財政負担や債務保障を伴わずに事業を実施できるとの異例の提案があったという。 菅官房長官は全く理解できない。極めて遺憾と強い不快感をあらわにした。中国の高速鉄道案については、融資の金利が高く設定されていると見られ、一旦計画にトラブルが生じると資金繰りが急速に悪化する、危険性がある形だけ着工にはこぎつけても、資金不足で完成の目処が立たない可能性があるという観測も存在する。 2016年1月に着工するも、1年経った2017年1月末、現在、土地価格の高騰や民間工業団地の移転保障問題、不法選挙に対する立ち退き交渉の難航などで、土地収容は85%にとどまり、中国側の融資の条件である、高速鉄道用地の全区間確保ができていないため本格着工が行われず、地元業者による、 自己資金による、整地工事のみが行われている状態とされる。2018年6月末から7月3日までに、複数の中国メディアが、中国のインドネシア高速鉄道本格的に、全面工事スタートと報じているが、疑問視する声もある。2010年頃より改版が開始され、未だに、旧車番のまま、新旧療法が書かれているもの。 新車番に書き換え済みのものなど存在する。詳細はインドネシアの鉄道の車両番号へ、以下は現在の車両番号の設定。動輪数をアルファベットで3桁の数字が形式製造順番号からなる。CC241 なら CC は同軸3軸台車2組を持つ機関車で204は、 形式番号で11は11両目に導入されたことを表す。車両にはアルファベットと6桁の数字を組み合わされた番号が当てられている。ただし、車両形式名は書かれていない。最初の K は旅客用車両を表す。厨房付け食堂車は M、発電機搭載電源車は P、荷物車は B が当てられていて組み合わされて使用されることもある。 最初の数字は、エグゼクティブが1、ビジネスが2、エコノミーは3が当てられている。次の数字は、0が客車、1は電車、2は電気式機動車、3は液体式機動車。その次の2桁が導入された年の西暦の下2桁を表し、ラスト2桁は導入順。 東京から送られた東京都営地下鉄6 0 0 0系6 1 5 1号車は、K110001 なっているが、これは、旅客用車両、エグゼクティブクラス、電車、2000年導入、最初の一両を表している。貨車は G を含む、アルファベット文字で車種を表す、GD は、長物車など、平ら席車両、ギガバイトは、無害車、GT は、有害車。 GK タンク車となる。続く二桁の数字は、許容荷重、次の二桁の数字製造年の下2桁、最後が、個体番号を表す。GK309 万5115なら、タンク車、許容荷重30トン1995年製造、同形式で115番目に作られた車となる。特殊車両としては、SI、SN、SU、 sc, sr といった種別に分類されている。注釈ペルサハーン・ジャワタン・ケレタ、api の略、ペルサハーン・ユーマム・ケレタ、api の略、レバックブルス・ブロック・エム・イストラ、ドゥクアタス・モナス・ジャカルタ・コ・タカンに、地下鉄を建設するもの。これまで、鉄道空白地帯であった、コミューターライン中央線と、西線、セルポン線の間を通ることになる。 北幹線と呼ぶことがある南幹線と呼ぶことがある出典。ありがとうございます。